ウクライナ軍が試射した短距離弾道ミサイルフリムニを、ロシア軍が迎撃に成功したという情報はみんなも知っているよね。日本人なら短距離弾道ミサイルと聞くと北朝鮮を想像してしまうけど、フリムニがクリミア大橋まで届くかどうかが今後の反攻作戦を左右するだろうな。そうだね。さて今回はそんなフリムニをウクライナ軍が試射し、ロシア軍が迎撃成功した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。一応、ウクライナ軍はロシア本土を直接攻撃できる弾道ミサイルや長距離巡航ミサイルの類を保有していないことになっており、ゼレンスキー大統領もアメリカから供与されたハイマースや M270 から発射可能な射程 300km とされる、戦術弾道ミサイル MGM140A タクムスを欲しがっていたんだけど、バイデン政権はウクライナ軍がロシア本土を攻撃する恐れがあり大きな戦争につながると述べて供与を拒んでいるんだ。ウクライナ軍には現在、射程距離 70km から 90km とされる GPS 誘導ロケット弾 M31 が唯一の長距離攻撃が可能な兵器であり、これによって部隊後方の補給路や弾薬庫などの軍需物資集積施設及び司令部などを破壊してロシア軍の兵站機能を弱体化させていたけど、その攻撃を避けるために兵站施設をさらに後方へ下げるなど当然の対応をしてきたので、ウクライナ各地で聞かれていたような戦果を称える声が次第に聞こえなくなっていったね。このような背景があって、ウクライナ側はさらにエイタクムスの供与をアメリカに対して懇願していたけど、やはりアメリカは首を縦に振ることなく、その代わりに射程距離 150km とされる、GLSDB 地上発射型昇降系爆弾をウクライナ軍に供与することを2月3日に発表していたよ。この GLSDB はアメリカのボーイング社が自社製のロケット弾 M26 のロケット推進部分と、スウェーデンのサーブ社が開発した航空機から投下して、滑空しながら GPS と INS によって目標に誘導される、消極系爆弾 GBU-39 を組み合わせたロケット弾のことを指し、多連装ロケットシステムマースから発射された後は当初ロケット推進によって高度を上げ、最高高度に到達したところでロケット推進部分が切り離され、弾体部分に収納されていた翼を広げて滑空し、GPS 誘導により 150km 先の目標に対して5歳1メートルと言われる精密攻撃を実現する兵器だな。4月下旬か5月には反攻に転じると言われていたウクライナ軍だけど、反攻準備としてもロシア軍の兵站を継続して攻撃する必要があり、この GLSDB は新型戦車や戦闘機と同様に必須の兵器となるだろうね。ただし、M26 のロケット推進部はアメリカに在庫が豊富にあるものの、GBU-39 の消極系爆弾は国内に在庫がなく、サーブ社との契約見直しや改修などのために時間を要するため、GLSDB の供与は9月になると言われており、秋の反攻作戦になることも考えられるぜ。このような状況の中、ロシア国防省は3月30日にウクライナ軍が発射したとされる短距離弾道ミサイルフリムニを迎撃したと発表したが、その日時や撃墜した際の状況、発射地点やロシアのどこを目標として発射されたものであるかなどの詳細は明らかにされていないな。もともとウクライナが弾道ミサイルの開発を独自に進めることになった背景に、1991年の旧ソ連崩壊が原因としてあり、まだ旧ソ連の構成国であった頃は核弾頭とともに、多種の大陸間弾道ミサイル ICBM が配備されていたが、ソ連が崩壊して独立する際に ICBM と核兵器を放棄したため、国内で運用することができる弾道ミサイルは射程 120km の OTR-21 トーチカ U だけとなったんだ。それから時が経ちトーチカ U の老朽化が進み、さらにはアップグレードするために必要な部品はロシアの軍需産業に抑えられていたことと、国防の観点から長射程ミサイルの必要性を求められるようになったウクライナは、国家安全保障国防委員会の場で2006年にトーチカ U の能力を上回るミサイルシステムの国内開発を決心し、ウクライナ中部のドニプロにあるピブデンヌ社に対して、システムの設計と開発を命じていたよ。そのピブデンヌ社によって開発が進められた弾道ミサイルは、
ロシア語でハヤブサを意味するサプサンと命名されて期待されていたんだけど、2014年のマイダン革命や当時の政権交代などによって開発の中止と再開が繰り返されていたんだ。2011年にはサウジアラビア資本によってフリムと呼ばれる新しいミサイルシステムの開発が進められる一方で、ビブデンヌ社はサプサンの開発をウクライナ政府に提案した後に、同意を得て開発が進められたが完成報告などは上がっていないみたい。その後、2014年にはウクライナの首都キーウで開催されたアームス&セキュリティの展示会でフリム2が公表され、2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約55億円という多額な研究開発費を得ることができ、2017年5月にはフリム2を2発搭載可能なトランスポーターエレクターランチャー車両の開発も完了しているよ。また、2019年4月には2発のフリム2が完成したことが報じられており、ウクライナとサウジアラビアに1発ずつを保有して試射することになっていたが、2022年2月24日にウクライナ侵略戦争が始まったことで開発情報が途絶えており、実戦配備までには至っていなかったと推測されていたぜ。当初のフリムは射程距離が 280km とされており、本当にロシア国防省の発表通りに撃墜されたミサイルがフリム2であったならば、現状強化の実戦の場においてテストを兼ねて撃ったのかもしれないな。また、フリム2以外にもウクライナの長射程兵器として、旧ソ連製の多連装ロケットシステム BM30 スメルチから発射可能な長射程ロケット弾ビルカの開発が進められていたが、ウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が2022年5月にはビルカ M が初めて戦闘で使用されたと公表したぜ。これらのことを踏まえると、ハイマースから発射する射程 90km のロケット弾では届かないロシア軍占領地域でたびたび爆発が発生している原因は、射程 130km 以上とされるビルカ M による攻撃だった可能性が高いと指摘されるようになったってわけだ。ウクライナが独自に開発していたビルカとは、弾頭重量 250kg で最大射程 70km のロケット弾であり、GPS 以外の誘導方式を採用しているらしく、電波妨害を受けている状況下においても誘導が可能だとされていたよ。ヴェルカの弾頭重量を 170kg に軽量化して射程範囲を 130km まで伸ばしたものがビルカ M として生まれ変わり、量産が開始したと伝わっていた矢先にロシアからの侵略を受けたため、どれくらいの量が製造されて、どこまで実戦部隊への配備が進んでいたのかは不明だけど、これが完成を迎えていたら、ウクライナとしては西側諸国から供与を受ける以前に射程 130km の誘導攻撃が可能なロケット弾を保有していたことになるんだ。ロシア国防省の短距離弾道ミサイルのフリム2を迎撃したという発表が真実であれば、ウクライナ軍は今年の秋に見送られたのではないかと推測する反攻作戦に向けて、すでにクリミア半島を孤立化させることが可能なクリミア大橋破壊を可能とする隠し玉を持っているということになるってわけ。ビルカ M の存在を明らかにしたビンニク会長が長射程兵器に関して、現在戦時下であるため、事前テストは行わずに実戦で試すことになると述べていたことからも、ウクライナ軍が完成したフリム2をロシア本土に向けて試験的に撃っていたところをロシア軍が迎撃に成功したのではないかという推論が成り立つよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。